こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦が日常生活についてお話ししたり、お悩み相談にお答えしたりしています。今回は早速皆さんから寄せられたレターをね、ご紹介していきたいと思います。鍋友ネームパナさん、こんにちは。こんにちは。いつも夫婦でラジオ YouTube 楽しませてもらっています。30代女性です。最近悩んでいることがあり、これは渡辺夫婦に相談するっきゃないと夫にも言われ、今レターしました。ありがとうございます。それは職場の女性かっこかなり年は離れていますから、定期的に平日の夜に電話がかかってくるということです。内容は仕事の愚痴や人間関係のことなどです。1ヶ月に一度あるかないかくらいの頻度ですが、疲れて帰宅してやっと自由な時間って時に電話が来ると何もできないですし、話し出すと止まらず、過去相手が話し出すと止まらず、1、2時間以上電話したこともあり、終わる頃には寝る時間だったりでげんなりします。私には子供がおらず、また旦那の帰りも遅い日が多いので、暇だから電話できると思われているのかもしれません。しかし、もともと家族以外との電話が苦手な私にとってなかなか苦痛な時間です。何と言って回避すれば良いでしょうか。着信気づきませんでしたと職場で謝っても、今日何時から電話しようと言われ、結局電話することになります。たまの電話くらい我慢すべきですかね。アドバイスお願いします。はい、パナさん、レターありがとうございます。あー、これはしんどいなしんどいな。もう僕、そうやってね、人の時間を平気で奪ってくる人めちゃくちゃ苦手というか、もう嫌いと言ってもいいかもしれないですけど、特にね、こういう電話ね、もう二人とも楽しんでたらいいですけどね、相手が迷惑してるっていうの全然わからないんでしょうね。これはしんどいな。1ヶ月に一度あるかないかくらいなんですね。だからまあ我慢できなくはないけど、まあでも今回レター送っていただいたってことは、多分最近も電話あったんでしょうね。で、ああ、やっぱりもうね、電話かかってきたら、ああ、そうやったと思い出す。うん。で、そのかかってきてない期間ね、1ヶ月ぐらい空いた時にはもう忘れちゃってるけど、いざかかってきて長電話鳴っちゃったって時は、すごい憂鬱にね、思っちゃうんでしょうね。まあ、なんとか対策したいですよね。それでね、まあ僕はこのレター読ませてもらって思ったのは、まあ、パナさんはね、すごいお人よしですよね。まあ、断れない性格とも言えるのかもしんないですけど、人がいいですよ。だって僕、絶対電話しないですよ、こんな人。絶対何が何でも電話出ないですからね。そら、ね、出るときね、最初はあったかもしれないけど、あ、もうこの人電話長いだけで全然意味ないわって思ったら、絶対出ないですね。もうだってそこ相手じゃなくて自分の時間とか、まあ、自分がどうしたいかをやっぱ優先しちゃうんで、僕やったら。だからもう相手がね、いくら電話かけたいって思ってても、もう平気で無視するそういうタイプです。ただまあパナさんは違うでね、それを、暇だから電話できると思われてるのかもしれませんって書いてるんですけど、確かにね、そういう面もあると思うんですよ。お時間があるはずやと、パナさんやったら時間あるからって言ってかけてるのもあると思うんですけど、でもじゃあ電話ね、したくなる職場の女性、まあ年上のね、かなり年は離れてるってことなんで、30代女性のパナさんのかなり年は離れてますってことやから、10歳20歳以上離れてんのかなっていう気はするんですけど、まあそういう人からすると、じゃあどういう人に電話かけたいかというと、単に時間がある人ではないですよね。時間があったとしても、なんか自分の愚痴とかね、いろんな世間話を話したいと思える人じゃないと電話かけたくないじゃないですか。でパナさんはね、話したいと思われてる人なんですよね。だから多分ね、話聞き上手なんじゃないですか。いやいやかもしれないけど、それなりに、そうですね、ああですねと言って、こう相槌もね、しっかりして、こう思う存分話させてあげてる、そういう感じなんじゃないですかね。だから相手もやっぱ話すの気持ちいいし、パナさんに電話したらすっきりしたわってね、明日も頑張れるわ、ありがとうっていう気分になるし、でまあそれがまあ毎日ではないし、毎週でもないんですけど、たまにやっぱ忙しい時とか、あ、そろそろ電話最近してないなって思い立った時に、やっぱパナさんに話聞いてほしいってねなるんでしょうね。だから時間があるとも思われてるし、普通にね、人がいいというか、話聞いてくれる人やってね、いう風にも思われてるんやろなって
思いますね。だからね、もう相手の善意というか相手が気づくことを期待したらね、難しいかなって思うんですよ。もうこっちからもうしっかりお断りしないと相手は分からないのかな。まああくまでも僕やったらってことなんですけど、まあ、とにかく電話は出ないですよ。絶対出ない。出たらだって長電話になっちゃうもん。もう15分で終わらせようとかね、まあ最初にちょっと忙しいんで10分だけでとか言ってでもいいけど、いや結局ズルズルいきそうな気すんな。だから出ちゃった終わりなんですよ。あの訪問販売とかもね、あの玄関出ちゃったらもう終わりなんですよまあ終わりとは言わないですけど、まあ、玄関出たらねあかんわけですよ。ああいうのね、そのうちもね来ますよ、たまになんか訪問販売セールスとかで、あのなんかお時間ありますかとかね、なんとかのお試しサンプル配ってるんでちょっと玄関先までお願いしますとか言われるんですけど、あ興味ないですって言って切ります。僕はすみません今忙しいですとか、興味ないですとか、もうそれ別に不要なんでもう大丈夫です、いらないですって言ってもうきっぱりね断るんですよ。でそうじゃないと、あ分かりましたとかってね、あ外出ないと悪いかなって思って出ちゃうと、やっぱり相手の術中にねハマるわけですよ。そのセールスもね、やっぱ相手もこういろいろ研究してるわけなんで、玄関出てきた人にはどういうふうにセールスしたらいいかなってね。でそれでまたなかなか断りづらくなってとかね、直接面と向かってやったら余計断りづらいとかなって、まあ、話が長引いたりとか、なんやろな、まあ、契約しちゃうとか、まあ、そういうこともね最悪あるわけじゃないですか。なんかもういらんもんはいらんと、もうね最初からもうインターホンの時点でね断るようにはしてるんですよ。でまあ見方を変えればね、セールスの人もその玄関に出てくれなくてねインターホンで断られたってショックなことだとは思うんですけど、まあ相手もねやっぱ忙しいわけじゃないですか。いろんな家回らないといけないわけで、全然見込みのないお家はねインターホンでねもうさよならって言われた方が次のねあの見込みのあるお家に時間割けるわけなんで、まあ相手にとってもメリットあるかなと思うんで、だからもういらんもんはいらんとねはっきり断っちゃうと、もう最初にねその方がいいやろうと思って、まあ、僕はもう興味ないですとか忙しいですとかいう感じでもう、外には出ないようにしてるんですよね。で何の話やったかちょっとわからなくなってきてるんですけど、今回も電話は出たらダメですよ。出たら終わりだと思うので絶対出ない。でその気づきませんでしたっていうのは一つ案ですよね。気づきませんでした、で気づきませんでしたって翌日言ったら、じゃあ今日何時から電話できるとか言われるじゃないですか。それはもう忙しいですって言ったらいいんじゃないですか。ちょっと外出するんですとか予定あるんですとか、すいません最近体調が悪くてもう今日はねあの早く寝るんですとかね、まあ何でもいいんでね、もう今日も無理です今日も無理ですって毎回断ってたらいいんじゃないですかね。そこまでしたら気づくんちゃうかな。でまあ電話は出ないけど別に職場で話聞いてあげたりとかね、なんかそういう別の場でちゃんとコミュニケーションを取ってたら、まあそんなこじれることもないのかなっていう気はするんですけどね。まあその人からしたらね長電話できる相手がいなくなっちゃうんで、まあどうしようっていう話だと思うんですが、そのパナさんが犠牲になる話ではないのでね。どうでしょう、なんか鍋友さんでいいアイデアがある方はぜひコメントでもいただきたいのですが、とにかくね僕はもうこういう長電話ね自分したくないと思ってんのにもういつまでも喋り続けるとかね苦手ですね。前の貴重な時間奪わんといてってね思いますね。はい、レターありがとうございます。頑張ってください。では続いてです。コキアとおしりちゃんメンバーの方です。今回お二人にお聞きしたいことがありレターを送らせていただきました。お二人にとって仕事のできる人の定義とは何ですか。私は某県の職員として働いています。今年度初めての人事異動があり、忙しい部署に配属され、怒号が飛び交う職場で日々激務をこなしています。そんな中ふと思ったんです。あかん、私仕事できひん人やわと。そう思ったのにはいくつか理由があります。まず一つ目は容量が悪いことです。消費した労力の割には全然仕事が進んでいない。そして次から次へと増える仕事で日々パンク寸前な状態です。もうちょっとセンスがよく仕事ができればなと思っています。二つ目はコミュニケーション能力が絶望的にないことです。人と話すとき、会議で喋るときに緊張し、思うように自分の言葉で伝えるのが苦手です。素の自分で仕事でも話せたらどれほど楽だろうか。以上より私なりの仕事ができる定義とは上記の二つができることです。
あ、自分はできないから、それができる人が仕事ができる人ではないかっていう話ですよね。一つが要領がいいことで、二つ目がコミュニケーション能力があること。うん、渡辺夫婦さんどう思いますか。ちなみに今の仕事は忙しいですが大好きです。精神的に病んだりはしていないのでご安心を。うん、ありがとうございます。まあその忙しい部署に配属されたことがきっかけで、仕事ができる人とは何だろうかとか、私って仕事できないんだわっていうのを思い至った、痛感したって言ってもいいかもしれないですよね、っていう状況なんですかね。うん、これはね、コキアとおしりちゃんにとってはね、すごい成長のチャンスな気がしましたね。こういうね、なんか絶望感とか、ああもう自分って全然やわって思うことで、でそしてそれをまあ分析してね、改善して乗り越えていくっていうところに、なんか仕事の成長みたいなのがあるのかなっていう気がするんですよ。だからまさにね、それを感じてる、こう目の前にこう乗り越えるべき壁が出てきたって感じなのかなって思います。まあ、あの今の仕事はね大好きですって書かれてるので、ちょっとそういう目線でね、僕の思ったことをお話ししたんですけど、まあだからこれはねチャンスかなと。でね、仕事のできる人の定義なんですけど、仕事といっても世の中にはたくさんあるわけじゃないですか。例えば事務員の仕事ができる人はどういう人かっていうのと、なんやろな、アーティストができる人、アーティストができる人っていう言い方するのかな、まあアーティストの、まあ、求められる資質とは何なのか、あと YouTuber で成功する人はどんな人かとか、長距離ドライバーができる人の定義は何なのか、弁護士ができる人の定義は何なのかって、やっぱりそれぞれだと思うんですよね。それは全部ね、あこれ必要って言い出したらキリないけど、強いて言うならこれっていう優先度っていうのかな、はそれぞれだと思うんですよ。だから僕の、まあ、スタンスとしては、その仕事ができる、何でもできるパーフェクトヒューマンがいるんじゃなくて、まあ、その人に合った、その人の能力が活かせる、まあ、職場とか業種とか仕事で、まあ、頑張るのがいいんちゃうかっていう話なんですよね。で、まあ、それは頭の片隅に置いていただいて、僕自身の話なんですけど、僕新卒で銀行員してました。銀行でね、営業職をしてたんですよ。中小企業の、まあ、社長とか、財務部門の人に営業しに行って、お金借りてもらったりとかね、融資したりとか、お金預かったりとかね、まあそういう仕事ですよ。営業セールスするわけですよね。まあそういう仕事してましたと。で、その銀行の営業に関して言うと、このコキアとおしりちゃんの挙げていただいたその定義は結構当てはまるなって思います。要領がいいこととコミュニケーション能力があることっていうのは銀行員において、まあ、結構大事やったなと。で、まあ、ちょっと自分で言うのもなんなんですけど、僕その2つはわりかしできる方なんですよね。要領はいいし、コミュニケーション能力はある、あ、まあ、あるというか、まあ、それなりに普通レベルにはあるぐらいです。あ、コミュニケーション能力ちょっと注釈いるな。なんか誰とでも打ち解けますみたいな、そういうコミュニケーション能力じゃなくて、こう業務に必要なほうれん草とか、なんか伝えるべきことをしっかり伝えるみたいな能力はあるんですよ。逆になんか、特に営業で必要そうな、なんか人の懐に入るっていうか、もう誰とでも仲良くなれますみたいな能力はあんまり高くないですよね。むしろ低いぐらいかもしれないです。あ、だからコミュニケーション能力って言っても人それぞれっていうか、いろいろ要素ありますよね。要領がいいっていうのもね、単純作業を黙々と効率よくやり続ける能力も要領の良さやと思うし、逆に、いろんな複数のマルチタスクをどういう順番で、どういう処理で、どういうふうに片付けて、どういうふうに終わらせたら一番早く終わるかみたいな、そういう、スケジュール能力っていうのかな、タスク管理能力っていうのかな、そういうのも要領の良さだと思うんで、要領の良さとかコミュニケーション能力って言っても一概には言えないところはやっぱありますよね。でまあ、ちょっと話ずれちゃったんですけど、まあ、僕は銀行員として要領はそれなりに良かったし、コミュニケーション能力も業務に必要な能力はそれなりにあったんで、割とね仕事できる方だったんですよ。まあ、自分で言っちゃいますけど、新人ではね。でそんな感じやったから、俺結構まあまあやるぜっていう、それなりのプライドはあったんですよ。
であったんですけど、銀行を辞めましてベトナムに行きましたと。でベトナムではね、その、日本人が社長やってるとこなんですけど、ベトナムの子供向けのサッカースクール、サッカーを通じた、心の教育みたいなのをやってる、そう会社にね、ベンチャー企業に入りましたと。ってなった時にやっぱ求められる能力、仕事のできる人の定義ってめっちゃ変わったんですよ。銀行ではそれこそ、与えられた仕事をしっかりとこなす、要領よくね、もう数をとにかくこなす、事務処理能力とか要領の良さとか、まああとその上司へのほうれん草とかね、言うべきことはちゃんと、あの報告しなあかんことはちゃんと伝えてとか、そういうコミュニケーション能力みたいなものとか、あとまあなんていうかな、組織とか上司にはしっかり従ってみたいな、そういうなんていうか主従関係というか、まあそういうのをしっかり守ることとか、手続きを守ることとかね、ルールを守ることとか、そういうのが大事だったんですけど、まあそのベトナムのね、そんなもう設立間もない会社なんて言ったらね、そんなルールを守る言うたかってルールなんてないしとか、上司がなんやらって言っても直属の上司ってもう社長ぐらいしかいないしとかね、で効率よく要領よくって言っても、その何の仕事するかっていうマニュアルすらないみたいな、まあそんな場所だったんですよ。でサッカースクールで、まあ、やってますので、子供たちの教育指導をしてるっていうので、もう銀行の営業から全然違う仕事になったんですよ。ってなった時にやっぱその会社で輝いてる人とか、あの人すごいなって言われてる人って、一番にね、やっぱめちゃくちゃ情熱的な人なんですよ。めちゃくちゃ情熱的で、子供たちのことを真剣に考えて、さらにまあ自分を犠牲にしてというか、まあその子供のためとか仲間のために頑張ってるような、そういうまあ情熱とかパッションがあるような人が結構輝いてたりしてて、だから全然違うなってやっぱ思いましたし、で僕は銀行ではそれなりにやってたはずなんですけど、ベトナム行ってその現状を見て、まあかなりね挫折感を味わったんですよ。うわ自分全然できひんやんみたいな。そのベトナムに行った途端、自分のまあ存在っていうか、働きが全然大したことないっていう事態に直面してしまったんですよ。それはね、ベトナムの現地のスタッフよりも、なんていうかな、頭使っていろいろ会社のなんか仕組み考えたりとか、まあそれこそ事務処理能力とかね、要領の良さみたいなのは高かったと思うんですけど、でもじゃあそれができたからって、そのベトナムの方では、それが一番ではないというかね、やっぱりそのサッカースクールの事業でまだまだ立ち上げたばっかりのね会社なので、まあ、そこに情熱注いで子供のために真剣にやれるっていう、なんかそういう人がやっぱすごかったし、で僕はそれがなかなかできなくて、その求められてるレベルに達するのが難しかったというか、もう自分との差をすごい感じて、ああもうほんまにまだまだやなってね、私仕事できひん人やわって思ったんですよね。だからですね、もう今日なんかあっちゃこっちゃ話って、何の話かもう自分でも分からなくなってるんですけど、これお聞きの鍋どもさん、余計道を見失ってないか申し訳ないんですけど、だからですね、だから何の話や、まあその仕事とかその職場において最初につながるんですけど、求められる仕事のスキルねっていうのは違いますと。まあ、僕がベトナムと銀行で求められる仕事ができる人がどういう人かっていう、その人物像が全然違ったっていうね、ところを感じたところからもやっぱそう思うんですよ。でそのね、気づきとか挫折感っていうのはすごい成長のチャンスですね。やっぱりなんかまあこんな感じかな、ほんほんほんってねやってるだけ、あと成長しなくて、やっぱ成長ってストレスがかかる、負荷がかかって、それを乗り越えてこそ成長なんでね。 RPG でもやっぱ敵倒してね、ダメージ食らいながらもね、敵なんとか倒して倒して、強いボスにも勝ってってしてレベル上がっていくじゃないですか。あれをね、もう最初のスライムしか倒してなかったら永遠にレベル上がらないわけでね、やっぱ自分より強いね、敵を倒してこそなので、まあ、そういう、挫折感っていうのはすごい成長のチャンスやし、まあ、僕もベトナムでねいろいろ、学んだことは大きかったなって思いますっていうのと、まあ、あとね、自分がじゃあどこで輝けるかっていうのはやっぱり
環境とか場所によるところはあるので、なかなか難しいなっていうところで頑張り抜くのもそうやし、で僕の場合やっぱベトナムね、学んだことは大きかったんですけど、やっぱ自分がこう頑張る環境ではなかったのかなっていうのを気づいて、まあ、僕もこういう性格なんでね、で今に至るわけですよ。結局、まあ、フリーランスで自分一人で夫婦二人でね、事業していくっていうかな、まあ、活動していくっていうのがすごい性に合ってたわけなんで、まあ、そっちに落ち着いたわけなんですけど、まあそういうふうに自分の能力とか特性が活かせる職場、自分のやりたいことができる職場とか環境なんやろうなって考えるのも大事やなと思います。はい、コキアとおしりちゃん、レターありがとうございます。では続いて最後のレターです。渡辺風さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。今回渡辺風さんに聞いてもらいたい話があり、レターを送らせていただきました。私は23歳の男性です。最近恋人を作ろうとマッチングアプリを始め、うまくマッチングした女性がいました。マッチング後はメッセージでのやり取りを重ね、実際に会ってみることになりました。まず2人の都合のいい日と時間帯や場所を決めて、一緒にお酒を飲もうという話になったので、どういうお店がいいかを決めました。結局お店は僕が決めることになり、決まり次第また連絡しますと返信し、一時的にやり取りは終わりました。その2日後が当日だったのですが、連絡が遅れてしまい、前日の23時59分にお店ここにしましたという連絡を入れました。当日の集合が19時半だったので、遅くなったが見てくれるだろうと思っていたのですが、返事は来ず、結局時間になっても女性は現れませんでした。あら、じゃあお店で待たれてたんですね。返事は来なかったけど。相手の女性は怒って来なかったのでしょうか、それとももともと来る気がなかったのでしょうか、どうしても返信できない理由があったのか、渡辺風さんどう思いますか。あー、どう思うかな。まあそれはちょっとショックというかね、あらっていう出来事でしたね。マッチングアプリか。これね、僕らマッチングアプリって実際には使ったことないんですよ。なのでマッチングアプリね、この前もマッチングアプリ回のね放送をして、皆さんたくさん寝れたい、お寄せいただいたわけなんですけど、ぜひちょっとマッチングアプリ経験された方であったりね、経験されてない方でも女性のね心理がわかる方は、ぜひコメントでこういう事情ちゃいますかってちょっといただけますか。僕が読む感じ、怒ってこないとかあんのかな。まあ決まり次第また連絡しますで、前日の23時59分にここにしましたって連絡しました。そんな非常識かな。そうも思えないんですけどね。2日後が当日でしょ。いや、それは遅いでしょうっていう感じなのかな、世間的には。僕はそんなに遅いとも思えないんやけどな。2日後当日で、だから翌日の深夜にここにしましたって送ったんでしょ。か、まあマッチングアプリで最初のデートだったわけなので、まあやっぱね、いろんな方とメッセージはやり取りしてると思うんですよ。正直マッチングアプリなんでね、一人の人とメッセージしてあかんかったから次の人じゃなくて、メッセージ自体はもう複数の人とやってるし、実際お付き合いするまではね、会ったりっていうのもいろんな人と会ってるね、人は会ってると思うんですよ、同時にね。でだからそのタイミングやったりしたんかな、もしかして。まあつまり他にもメッセージしてる人がいた、あるいは会ってる人がいたっていうところで、まあ他の方に決まったとかね。まあそれにしてもなんか返事、まあでもそういう時って返事せえへんのかな、あえてね。もうこれ以降ないですよっていうのをはっきりさせるために、あえて返事せずブチって終わりっていう風にすんのかな。だって忙しくてすいませんやったら次いつしましょうってなるし、他に相手ができたんですいませんって直接言うのもあれやしって感じなのかな。どうなんでしょう。どうですかこれ。ちょっとマッチングアプリ経験者であったり、女性リスナーの方、あるいは男性でもね同じ経験ありましたという方、ぜひちょっとこうちゃうかっていうコメントをいただければと思います。まあ、この方ね、23歳の男性で、最近恋人を作ろうとマッチングアプリ始めましたっていうねところやから、マッチングアプリ自体も
初心者というかね、始めたばっかり でようやく会えると思ったらこの仕打ちなんで、結構ショック受けてあると思うんですよ。あれおかしいなみたいな、どういうことっていう、あ、なんか自分が悪かったんかなっていうね、まあ、なのでぜひちょっと気持ちね立ち直りましたら、また次の出会いね、そういうもんだと思いますから、うん、めげずにね頑張ってほしいなと思います。ぜひねコメント、このレターに関わらずね、感想であったり、ありましたら、ぜひねコメントを気軽に寄せていただけると嬉しいです。それでは今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。